はい、プレーボールどうも野球人です。巨人ドラに山田流星圧巻10奪三振、初戦敗退も全国舞台で好投ということでございまして、巨人にドラフト2位指名された山田流星投手ですね。 JR 東のサウスポーなんですけれども、今日ですね、都市対抗予選初戦ね、先発いたしました。惜しくもね敗戦してしまったんですが、10奪三振ということで、圧巻の投球をしてくれたということでございます。ではまず記事から見ていきましょう。はい、巨人ドラに山田が好投も都市対抗初戦敗退。第92回都市対抗野球はですね、29日東京ドームで2日目を行いました。12連続出場の JR 東日本が2対3で本田熊本に逆転負けを喫し姿を消したと。10月のドラフトで巨人の2位指名を受けた山田流星投手が JR 東日本の先発マウンドに上がり、7回3分の2を投げ、3失点。原監督の見守る中ですね、登板だったが終盤に力尽きたと。山田選手は初回から最速149キロを記録した直球を中心に押していき、3回までに5奪三振。いつもと同じくマウンドで吠えまくり試合を支配。打線も、1、2回と1点ずつ奪い援護。ただ2点リードした4回ですね、山田選手は先頭にホームランを許し、1、2塁からですね、タイムリーで同点に追いつかれたと。さらにですね、8回先頭から連続三振を奪い、この日10個目を記録したところまでは良かったんですが、四球とですね、ヒットで1、3塁のピンチを招き、ここで代打、ですね、出てきまして、タイムリーを打たれて勝ち越し、マウンドを降りたということでございます。7回3分の2を投げ、被安打7、3失点、ベンチを戻ってからも最前列に陣取り、仲間への声援を送ったが勝利はならず。山田選手は高岡商工高校から JR 入りし、3年目の今季急成長を遂げたピッチャー。都市対抗のマウンドで投げるのは初めて、来季から本拠地となる東京ドームでアマチュアとして最後の試合を終えたということでございます。はい、ということで、まあ3失点でね負けてしまったんですが、10奪三振ということで、まあいいところもねしっかり見せれた試合だったのかなっていうふうには思います。では山田選手ね、詳しく、おさらいしていきましょう。はい、では見ていきます。巨人ドラフト2位指名ですね、山田流星投手、 JR 東日本の選手です。出身地富山県、2000年9月7日まで21歳、182センチ、80キロポジションピッチャーで、左投げ左打ちのサウスポーの選手でございます。マックスが153キロ90、スライダー、チェンジアップ、フォークボールなどを投げる選手です。高岡商業高校時代は3年夏に甲子園に出場を果たす、現ロッテ藤原、現中日根を率いる大阪桐蔭高校相手に11奪三振の快投を見せ、大会終了後にはアンダー18日本代表にも選出。 JR 東日本に入社後は3年目の今年に強化急上昇で、ドラフト1位候補にまでね、呼ばれる存在に成長いたしました。結果的にね、巨人の2位指名だったんですけれども、1位でもね全然おかしくない選手を2位で取れたのは非常に良かったんではないでしょうか。はい、そしてですね、山田選手指名挨拶時のコメントは、まずはチームの一員として結果を出せるように、最終的にはローテーションに入り10勝以上できるようにということでございまして、今後のね抱負を語っていただきました。はい、そんなね山田選手、しっかりね都市対抗本戦へということでございましたが、敗戦してしまいましたと。で、細かいね成績、今日の分も含めて見ていきましょう。はい、では成績見ていきましょう。まず今日の試合ですね、11月29日本田熊本戦ということで、これが都市対抗ね、本戦の初戦でございました。 7.2 イニング投げて113球7被安打、10奪三振2四球3失点、あとはデッドボールが2つあったかなのピッチングでございました。まあ試合は作ったんですけど、援護もなくですね、敗戦となってしまったということでございます。で、最速はですね、この日149キロで、平均はですね、145キロ、146キロくらいはね、出ていたということを聞いておりますので、やっぱり平均球速もしっかりね、出ているピッチャーかなっていうふうに思います。左でね、これっていうのは十分速いですよね。で、さらにストレートの回転もですね、2400回転ほどということでございますので、プロの平均がだいたい2200とかなので、それ以上のね、回転数を記録していると、これも非常にいい点かなと。はい、そして10三振中8つがですね、ストレートで奪った三振ということで、本当にね、彼のストレートっていうところは、魅力の一つかなっていうふうには思いますので、プロに入ってからもね、ガンガンストレートで押していくのかなと。
はい、そして、今日の試合入れたですね、今期の社会人公式戦成績判明分なんですが、12試合で 52.0 イニング、60奪三振、21四球、36被安打、防御率 2.25、 ウィップ 1.10、 奪三振率 10.38、 四球率 3.63 という成績です。はい、非常にね、まあ、彼の特徴としては三振を取れるピッチャーと、まあ、なおかつストレートでたくさん三振を奪えるので、まあ、素材はですね、ポテンシャル的には本当にピカイチの選手かなというふうには思います。まあ、このデータを見てもですね、ストレートは NPB でもやはり上位にね、まあ、ランクする選手かなっていうふうには思うんですけれども、ただ課題もありまして、やはり変化球の精度は、今後磨いていかないといけないポイントかなっていうふうには思いますし、今日の試合見てもね、それはちょっとね、感じた、まあ、ピッチングだったかなというふうには思います。なのでそこのね、変化球の課題っていうのをクリアしてくれば、まあ、ローテーションに、まあ、全然組み込める選手かなっていうふうには思いますので、まあ、将来性もですね、即戦力性も兼ね備えた選手ということで、まあ、どういうふうに育成していくのかっていうところがね、今後巨人の、まあ、鍵になりそうかなというふうに思います。はい、では以上でございます。続いてはですね、巨人のドラフトについて、もう一度確認していきましょう。はい、では巨人のドラフトを見ていきましょう。ですね、支配下見ていくんですけど、1位から7位まで獲得して6人がですね、ピッチャーというかなり偏ったドラフトでございました。で、ほぼですね、もう仮契約が済んでおりまして、で、太田選手ね、1位で獲得したんですが、1億円の契約金プラス出来高5000万円で、年俸が1600万円ということで、まあ、全て満額、外れの選手ではね、ドラフトではあったんですけれども、いい契約をね、もらえたのかなと。はい、で、まあ、3位から7位までも仮契約終わってまして、で、育成選手もですね、多分今日で全員が、仮契約がもう終了しているのかなっていうふうに思います。で、あとは、山田選手ですね、仮契約してないのは彼のみということで、まあ、年下以降がね、やっぱあったんで、まあ、あと入れになっているのかなっていうふうに思うんですが、あと数日で、おそらく仮契約になるのかなというふうに思います。で、大体契約金が多分7000万円、年俸1200万円ぐらいかな。高卒社会人っていうところなんですけど、近くで言うとですね、太田選手ですね、が、同じ高卒社会人でドラ2だったんで、まあそれと同じ額かな。ただ年俸の上限が1600万円に上がってるので、もしかしたらね、プラス100万で1300万円ぐらいの評価にはなるのかなというふうには思います。まあ、とにもかくにもですね、育成選手合わせて、入団拒否は、なさそうということでございますので、一安心かな。なかなかね、近年入団拒否もないので、しっかりと、まあ、調査の段階でね、育成拒否の選手はもう蹴ってるんだろうなっていうふうには、思いますので、まあまあ、いいところではあるんですけれども、まあ、ここから育成ね、たくさん巨人、今年は枠をね、開けておりますので、いっぱい、試合が昇格する選手っていうのが出てきてほしいなというふうに思います。はい、では最後ですね、ネットへの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。巨人の先発左腕で8イニング目に148キロ出せるピッチャーはいないです。それができる時点で山田隆成はめっちゃ楽しみということですね。そうですね、巨人のサウスポーで言うとですね、やっぱ今村選手や高橋、祐希選手であったりですね、まあ、南東派、技巧派のピッチャーが多いイメージですよね。まあ、ガンガンで速球で押していくサウスポーっていうところはね、まあ、あんまりいなかったタイプなので、欲しかったね、選手なのかなというふうには思います。パワーピッチャーで言うとですね、サウスポーで、ヤクルトの高橋奎二選手やったり、阪神の高橋遥人選手ですね、に次ぐね、ピッチャーになれる可能性は十分あるのかなっていうふうには思いますので、まあ、大きくね、本当に育てていってほしいなというふうに思います。はい、こちら見ていきましょう。山田隆成はやっぱ先発としては素材、リリーフとしては即戦力だな、果たしてどんな風に起用されるのだろうかということですね。まあ、やっぱ高卒社会人っていう選手ですね、まあ、即戦力として光るものはあるんですけど、まだまだね、磨かないといけない部分も多い選手かなっていう風には思いますので、まあ、やっぱリリーフとしてならですね、ある程度吸収っていうのを絞って、まあ、ストレートでガンガン押していけるかなっていう風に思うんですけど、先発ってなればやはりね、変化球の精度っていうのも求められてくるので、そういう意味では確かにこの評価はまあまあ当てはまってるのかなっていうふうには思います。来季ね、原監督どういう起用法にするのか、先発で、間隔空けて、まあ、ゆっくり使っていくのか、それともリリーフにまあ使って即戦力性を求めていくのかというところね、気になるところではあるんですけれども、山田隆成選手どういうふうに起用されるか、どういうふうなピッチャーになっていくのかっていうのが非常に楽しみでございます。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。